はい、皆さん、こんにちは。タバコの喫煙動画を始めていきたいと思います。今回はね、俺の大好きなタバコの一つである、ハイライトです。こちらはですね、タールが17ミリの、ニコチンが1.4ミリのタバコです。これ美味しいんですよね。ハイライトメンソールよか、きついんですけど。まあ、ラム加湿されてまして、ラム着光かな。ラムで、香りがつけられてるんで、若干、甘いようなね、香りがするのが特徴のタバコです。それでは吸っていきましょう。甘い。甘い、香りが、口いっぱいに広がる。非常に美味しい、タバコですね。これも結構長いんですかね。ハイライトね。ウィキペディア先生にググってもらいましょう。ハイライト。JT の前身である日本専売公社が1960年に発売して以来のロングセラー。ああ。香料はラム酒フレーバーを使用。非常に柔らかいフィルターが特徴だったが、2007年8月以降は消費者の意見を基づき、硬いものへと変更された。へえ。なお、このフィルターはセブンスターのものと類似しているが、流用されているわけではない。日本初の、ロングサイズタバコとして、1960年に発売された。当初からフィルター付きでフィルムパッケージも施されており、一般の紙巻きタバコといえば両切りのフィルターなしでセロハン包装が施されていない当時、このハイライトは革新的なタバコであった。それまでの大衆タバコの定番だったフィルターもなしの新生イコイに変わり、1960年代から70年代にかけて日本で人気銘柄となった。歴史、なんとか売り上げ世界第1位を記録したことが挙げられているが、発売後2週間で4億本も売れたことから、当時の人気がうかがえる。だって、4億本。個人的にセブンスターよかハイライトの方が美味しいと思うね。歌謡曲でもハイライトは扱われ、井上純之、お世話になりました、アリス、狂った果実などの歌詞中に登場するなど、高度経済成長期を象徴するアイテムであったことがうかがえるが、その後、市場の趣向はさらに軽い味のセブンスター系に移行し、2000年代、現在ではもっぱら高年齢層に好まれる銘柄となっている。ハイライトというのは俗語で、もっと日の当たる場所という意味。へえ。ロングサイズで、当時最もタールが軽いタバコだったので、
ハイ、長い、ライト、軽い、という造語にしたという説もあるが、当時の専売公社のパンフレットから見るに前者が正しい。つまり、もっと日の当たる場所、という俗語らしいです。ハイが、ハイ、すごい、ライト、光っていう意味ですかね。そういう意味でちょっとこう、あれなんですかね。よくわかんない。歴史が、1960年に、発売して70円。1960年同じ年に、ハイライトの製造が世界第1位になる。そして、1968年に、ハイライトの売り上げが世界第1位になる。そして、1970年に80円へ値上げし、で、まあ、現在は、420円と。まあ、正直言って、セブンスターとかが440円ぐらいだっけ、今。ね。なんで、若干安いですよ。アイイン社。一時期は、タバコ需要を折檻した、銘柄であり、アイイン社は、なんとかに暇がなかった。ちょっと読めない、これ。普通のタバコがハイライトだったからである。よく知られたアイイン社は、シンガーソングライターの吉田拓郎。彼にはハイライトという題名の歌もあり、ジャケットにハイライトが映っているアルバムもあるだって。同じく歌手の、桑田佳祐、サザンオールスターズのも愛飲者で、1988年に発売の圭祐桑田の中写真にて机の上にハイライトが置いてあったり、彼が喫煙している写真があるって。あ、これ有名ですね。また、ピースとハイライトという楽曲もある。これを聞いたことないけど、題名だけは知ってる。他にも、漫画とかで言うと赤木の主人公赤木しげるもハイライトを吸っている設定になっている。ほう。そしてちびまる子ちゃんにおいても主人公さくらももこの父親であるさくらひろしがハイライトの暗飲している設定があったり、サザエさんで磯野波平がタバコ屋の窓口でハイライトを購入するシーンがある。波平とマスオは喫煙者という設定になっていると。そして、名探偵コナンの毛利小五郎もアニメで暗飲するシーンが多々ある。あ、そうなんだ。へぇ。初期の頃は新星を暗飲していた、ルパン三世の銭形平次。銭形警部も後期アニメ作品では、ハイライトを取り出すシーンが見られた。あと、漫画のイニシャル D の主人公の父親で、豆腐屋を営む、人間もハイライトの愛飲者と。登場するほとんどですっていう。はあ。ハイライトやっぱうまいもんな。これはね、美味しいですよ。うん。これは、俺大好きなんでね。5つ星。です。ご視聴ありがとうございました。